皆様ご協力ありがとうございます。無事に本日紹介する全ての橋紹介できましたので、船着き場の方に戻っていきたいと思いますが、もう一度ふかり橋を越えていきますので、改めて立ち上がったり手を上に上げたりしないようにご協力をお願いいたします。さあ、ちなみに今皆さんの右手に見えている大きな建物、あちらは港町リバープレイスという建物で、ライブハウスやラジオ局が入っているような、そんな建物になっております。さあ、ふかり橋通っていきましたね。皆さんまた頭気をつけて進んでいきましょう。手を上げないようにお願いしますね。あ、手を下ろして進んでいきましょう。さあ、ご協力ありがとうございます。無事に2回ともふかり橋越えることができました。ちなみにこれよりも水位が上がってくると、ふかり橋より奥に、この奥でも行けなくなってしまいますので、今日ね、奥まで行けた皆さんはとてもラッキーな幸運の持ち主でございます。おめでとうございます。ちなみに今皆さんの右手前には道頓堀のエントランスゲートも見えております。もしよかったらお写真撮ってみてください。さあ、では今から、船着き場に戻っていくのですが、なんとここで皆さんにスペシャルミッションがあります。さあ、じゃあまずはじめに、これが何かご存知の方はいらっしゃいますか？これ何かわかりますか？わかる？わかる？わかんない。これ何かわかりますか？知ってる方いらっしゃいますか？あららら、こんにちは。これ何かご存知ですか？というのでしょう？知ってる方はいらっしゃいますか？あ、お好み焼き、いいですね。他何か知ってる方いらっしゃいますか？もんじゃ焼き、あ、スパチュラ、スパチュラ、いいですね。お好み焼き、もんじゃ焼き、スパチュラ、いいですね。たくさんありがとうございます。さあ、こちらいろんな名前があるのですが、こちらは、テコというアイテムで、お好み焼きとか鉄板焼き、もんじゃ焼きを作るときに使うクッキングアイテムです。 This is a コテメイキング、お好み焼き、焼きそば、鉄板焼き、あの、もう This is a クッキングアイテム。さあ、じゃあこのコテを使ってスペシャルミッションです。今から船着き場に戻るまでの間の橋のどこかにこのコテが隠されていますので、コテを探してみてください。橋のどこかにコテが隠されているので、皆さんで探してください。いいですか？スペシャルミッション is Let's find コテ in the bridge。 OK? Let's find コテ in the bridge。 さあ、ぜひ皆さん探してみてください。もし見つけた方は、みんなで一斉に答え合わせをするので、私が合図をするまでは内緒でお願いいたします。まずは、ぜひ座ったままでお楽しみください。さあ、この道頓堀橋を越えますと、右手に振り子サインが見えてまいります。さっきお写真撮れなかった方もいらっしゃると思いますので、ぜひね、スマートフォンやカメラのご準備をお願いいたします。まず、今日撮れた素敵なお写真はぜひ、ハッシュタグのんぼりリバークルーズをつけて各種 SNS に投稿してください。さあ、グリコサイン見えてまいりました。ぜひたくさんお写真撮ってみてください。ここで船長さんの粋な計らいで少しだけお船が止まってお写真撮影していただけるようなお時間をいただきました。ぜひ今のうちにたくさんお写真を撮ってください。そしてお船は止まっておりますが、最初にお伝えした通り、お席から立ち上がったり席の移動はご遠慮ください。 Do not stand up and do not change your seat. Keep sitting. 最後までご協力をお願いいたします。さあ、船の上からお写真撮れる機会なかなかないと思いますので、ぜひね、綺麗にお写真たくさん撮ってみてください。おお、すごい。お写真もいっぱい撮れて満足だよって方は、ぜひね、このコテ探し、スペシャルミッションのコテ探しもお忘れないようにお願いいたします。
ヒントはこの近くの橋のどこかに隠されております。皆さん探してみてください。 Let's find the cote in the bridge. Hint is near bridge. Hint is near bridge. あ、わかったわかったって言ってくれてる方がいらっしゃいます。あ、指さしてくれてる方も何人かいらっしゃいますね。ありがとうございます。他の方はどうでしょう。他の方はどうでしょうか。あちらほら、あちらほら、指さしてくれてます。あちらほら、ありがとうございます。じゃあ答え合わせをしましょう。私が3、2、1カウントダウンをするので、もし見つけれた方はこの固定見つけた場所を指さしてみてください。では行きますよ。3、2、1、パパー、 ありがとうございます。そう、皆さん正解です。この恵比寿橋の欄干の部分、橋から端までコテ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 、メニーメニーコテインザブレイク。気づきました。まだ気づいてない方もいらっしゃらないんですが、セームシェイプ、ちょっと似た形してますよね。似た形してますよね。おめでとうございます。正解された方に大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。バチ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 。あ、ちなみにこの恵比寿橋、お好み焼きをモチーフにして作られた橋になっています。このね、コテもそうなんですが、この丸い形の、橋、これは鉄板をイメージしています。そして進んでいただいたらね、白い丸いライトがあるんですが、それはお好み焼きの丸い形をイメージして作られているようです。ちなみに今皆さんのね、右手に、グリコサイン、夜になったら光るんですが、また今とちょっと違った見え方になります。もしよかったらね、夜もこの難波にいらっしゃる方はぜひ見てみてください。なんと14万個の LED があるそうですので、ぜひね、1個ずつ数えてみてください。きっと明日の朝になっております。さあ、続いていきましょう。あら、なんか盛り上がってますね。さあ、では間もなく船着き場に到着しますが、最後に皆さんと一緒に大阪人をやりたいなと思います。知らない方もいらっしゃると思うので説明をします。まず私が、うーちましょと言ったら皆さんは2回手拍子、パンパン。もう一つせと言ったらもう一回2回手拍子、パンパン。ようて3度と言ったら今度は3回手拍子、パパンパンのリズムで手拍子をしてください。じゃあ1回練習してみましょう。Let's practice。じゃあ皆さん手をご準備ください。いきますよ。うーちましょう、パンパン。もう一つせ、パンパン。ようて3度、パパンパン。いい感じでした。このまま本番行きましょう。レッツライ大阪詰め。それでは皆さん、お手を拝借。打ちましょう、パンパン。もう一つ、パンパン。両手三度、パンパンパン。バッチリ、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。完璧でした。これで皆さんも立派な一人前の隊員になりましたので、この船を降りた後も、ネイティブ大阪の調査を続けていってください。それでは船が完全に止まってご案内があるまでは、今のお席に座ったままでお待ちください。本日は皆様の隊長を務めました、エージェントナンバー053の宇佐隊長でした。ありがとうございました。Thank you for listening。ありがとうございます。じゃあもうしばらく座ったままでお待ちください。ちなみに今皆さんの右手にいる串カツだるまの上にいるおじさん、船乗るときは多分こっち向いてたと思うんですけど、今反対向いてますよね。時々回ります。よかったら時々見上げてみてください。